アベマプレミアムなら格闘代理戦争やアベマ限定コンテンツが全て見放題。今すぐアベマプレミアムを登録。会場選手を60キロ級最強が決まります。この2人によって決められる決勝戦、クラッシュライト級グランプリ2009。挑戦者は久保優太、なんとリザーブファイトからここまで上がってきた。そしてトーナメント3度目の制覇を狙う山本昌宏。さあ、ゴングが鳴らされています。運命の21時10分この戦いがスタート。ワンツーのパンチから久保が入っていきます。ロングレンジリーチを生かしてくる。そしてこの足技も脅威でしょう。しかしながらここは速いスピードマスター山本昌宏。さあ小林さん、はい、決勝戦がこんな展開になるとは。うわー、これもさすがに私も思い合わせんです。そうでしょうね。速攻の展開を見せてくる昌宏です。さあ、ゆうや選手、はい、この2人のマッチアップになりました。石川直樹選手は残念でしたが、あの負傷により残念ですね。本当にまあもう仲間でもあるんですよ、もうファンとして、はい、うん、見たかったですね、石川直樹がここで戦う。そうなんですね。残念でしたね。まあもう本当いつもお世話になってるドクターさんが決めてくれたことなんでもしょうがないんで、はい、はい、現実を受け止めて、うん、2人を応援したいと思います。それだけの内容が昌宏、そしてこの久保の双剣にかかっているんですよね。それだけの大舞台になります。超満員後楽園ホール 11.2。 さあ、飯谷選手に伺いましょう、はい、この2人の戦法ですね、どんなことを考えてますか。そうですね、サウスポー同士なんで、はい、うん、その辺やっぱりどういう風に戦うのかなというのを僕も楽しみにしてますね。リーチが長いんで、やっぱりジャブとかストレートとか長いパンチ打ちますよね。それをこうかいくぐってカウンターを昌宏選手が狙っているような感じなんで、はい、久保の方はあのノーモーションでのパンチを放つこともできますね。昌宏もこういうタイプ初めてなんじゃないですかね、サウスポーでこういうリーチがない、はい、左から、いや右から、ここは上体を揺らしてきます。しかしながら小林さん、はい、その昌宏サイドですけれども、どんな相手でも戦えるような練習は常にしていると。そうですね、はいはい、ウェイト関係なくやりますからね、はい、うちのあの試合ジムは、はい、残り40秒になろうとしています。小林さん、はいはい、昌宏ここまでいかがですか。そうですね、なんか相手の動きが早いからまだ捕まえきれてないですよね。飯谷選手、はい、面白いですね、あのスピードマスターと呼ばれる男。そうですね、久保選手も待ちの姿勢なんで、どっちかといったらまだこうどっちかが無理やり攻めていく感じではないですね。2人ともスピード速いんで見応えありますね。縦蹴り、右のハイキック、その後のパンチ。小林さん、やっぱりあのコンパス厄介ですね。厄介ですね、うまく使ってますよね。それなかなか昌宏の距離にはさせませんね、そしてこの右リードジャブ、左ストレートつなげていく。久保選手はやっぱりあの1回戦のような、1回戦というか水落選手であったリザーブマッチのような、あのガチャガチャ来る相手の方が苦手っぽいですね。こう綺麗な相手の方がやっぱり、うん、合うんじゃないですかね。その伸び伸びとお互いやってるような気がしますね。そうですね、はい。さあ、第1ラウンドはその待ちの姿勢からの攻撃ということでした。青いグローブの久保優太、このハイキックかわしてからどう反撃に出る昌宏、赤いグローブです。とにかくトーナメントの戦い方知り尽くしています、熟知している昌宏。そこに対してこの右も伸びる、右ジャブ伸びますね。小林さん、ガードはしっかりしてますよね。そうですね、それを時折破るようにする。リオ選手、はい、あ、今もあの縦蹴りからさらにパンチの攻防、昌宏の左フックも当たります。わ、大したもんですね、見切ってますね。そうですね、ダメージだ、どうだ、ダウンにはなりません。小林さ
んダウンではありませんでした。こんなにやることだと思わなかったですね。いやそうですね、リュウ選手、はい、もうちょっと想像を超える実力見せてますね。そうですね、やっぱり強いのは、まあ、分かったような感じはあったんですけど、はい、まあ、この2人すごい噛み合うの楽しいでしょうね。2人はすごい楽しいと思います。話が合うというか、はい、あ、なるほどね、もう話すジャンルが合ってるような感じ、手が合ってきた。うわ、そして両手ブラリー、ここに来てこんな戦い方ができる男、久保優太驚きました。もうなんか失うものは何もないみたいな感じで楽に戦ってる感じしますね。まさに余分な力は入っていませんね。今も足を払っていったのは久保の方です。左ミドルキック。山本雅弘は元気と3ラウンド戦い抜きました。そして水内と3ラウンド戦ったのが久保です。リザーバーからこの決勝戦へ。小林さん、はい、このラウンドどうですか。雅弘なんかペースつかめさなさそうですね。そうなんですよね、うん、まあ決定ではないですが、はい、ディア選手、はい、ちょっとこういう雅弘は見たことがないんじゃないですか。そうですね、もう距離の取り合いというか、はい、際どいところで勝負してますね、お互いに。どっちか動かそうと思えば崩すこともできるんでしょうけど、今はお互いこれがいいと思ってるんじゃないですかね。パンチの連打、一発見せてからかと思いきや、これが伸びてくる、危ない、打ち上がり、危ない、雅弘大丈夫か、思わず首ついた。小林さんがヒヤッとしたんじゃないですか。リーチが長くて、スピードも同じだから当たっちゃうんですよね。そうですね、同じ速さとなれば楽に戦ってますもんね。第2ラウンド終了です。さあ意外な展開、そして意外な試合内容になっています。決勝戦ライト級グランプリ、パンチに完全に活路を見出したか、両雄とも。ユヤ選手、はい、これは正弘のパンチですか。来ましたね、正弘選手パンチで倒しに来ましたね。勝負に出たと見ますね、完全に。いや何かあの強肩竹内雄二戦も一瞬よぎる、そんな感じもします。怖いですよね、正弘がこう開き直ると、はい、テンプルに食らったか久保、倒れません。おー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 、足元がぐらついている。効いてんのかな。ユウ選手どう判断されますか。はい、そうですね、テンプル当たってちょっと、まあ、ダメージはあると思うんですけど、ここでまあ焦っちゃダメですね、お互いうまいんで。マサヒロの開きだと打ち合っちゃダメですね。危ないですね、あまり熱くなりすぎてはいけません。冷静に蹴れた方がやっぱりいいですね、蹴りが出るのは。やはり分岐点は蹴りですか。そうですね、交えながらやっぱり、いやしかし左ストレート、久保のリーチが怖い。やっぱり入ってしまえばリーチが関係なくなるんで、この距離で打ち合うことっていうのはやっぱ覚悟したんじゃないですかね。共に左の打ち合いになっています。ショートアッパー正弘、ここがミドルキック、久保、さらに左、今度は正弘です。ブレイクの声、腕組みして祈るように見やる放送席の小林さん、顎へ正弘、ちょっと大振りになったか、ここも一旦突き放す。いや、ゆうや選手、はい、もう行ってというような気もするんですけどね。そうですね、蹴り交えれた方がいいような僕は気はするんですけど、はい、そこは一貫して変わりませんか。そうですね、左から右、久保のパンチのコンビネーション、まさひろガードを下げてはいけません。小林さん、打ち合いは何か変わりましたか。入ってからの連打、スピードマスター、立ち上がった
近した。ハイキックでなんとか勝ちを見出したが、倒せ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 、あと10秒。体がくの字に曲がる軌道、踏ん張る意識から断ち切るか。倒れない倒れない、試合が終わった、終えた。マサヒロ、さすがですね。大きく大きく最後に動きました比嘉選手、はい、試合は常に1ラウンドから動いていたんですけれども、まあ、最後の試合すごかったですね。久保選手もやっぱり1点あったんで、うん、すごい素晴らしい動き出した、はい、ダウンを奪われましたが最後は立ち上がりました。判定によって優勝者が決まります。1人目マサヒロ、これも同様3ラウンド目に奪ったダウン、パンチの連打の中で苦しみながら掴んだダウン、3対0。挑戦できたこと本当に嬉しくて、次は絶対勝ち